石川三郎石川三郎5月19日から1940年12月10日は、日本の陸軍軍人、政治家、貴族院多額納税者議員、衆議院議員、佐賀県と河村町、佐賀県恩議軍と河村隆鶴出身、大地主、石川玄造の三男として生まれる、戸川小学校、佐賀県立佐賀中学校を卒業、1900年、 陸軍士官学校に入学し、1901年11月22日に卒業し、1902年6日23日に砲兵将尉に任じられた。日露戦争に従軍し、砲兵中尉に昇進。1906年、陸軍砲工学校に入学し、1908年に同高校高等科を卒業して、砲兵単位に任ぜられた。その後、 陸軍重砲兵射撃学校や陸軍主官学校で教官を務めたが、1913年2月18日に予備役となった。その後、と河村会議員、佐賀県会議員を経て、1920年の衆議院、補欠選挙で当選した。1925年、貴族院の多額納税者議員に選出され、1932年に再選された。同年、と、 河村町に就任し、8年間にわたって農村の振興に尽力した。ありがとうございます。